じゃん、今日はマビックエア2、ついでにマビックエア初代のハンドテイクオフ、ハンドキャッチ、大会。はい、お疲れ様です。タコベースへようこそ。はい、今日は、オープニングからマビックエアの初代を思いっきり逆に持ってですねえらいテンション上がってましたけど、エア2のファーストフライトの時にね、ついでに今回の動画も撮ってました。今日はですね、ドローンの、離陸のさせ方、着陸のさせ方の話です。冒頭でハンドテイクオフ言うてましたけど、ハンドリリースの方がいいのかもしれませんね。ハンドキャッチ、ハンドランディングって言わないですから、ハンドテイクオフってね言うてる人もいるんですけど、僕はちょっとハンドリリース、ハンドキャッチでこれから、揃えていこうと思います。はい、じゃあとりあえずですね、まずはこのマビックエア2の方のハンドリリース、ハンドキャッチの動画を一回見てもらいましょうかね。はい、でドローンの離陸着陸って、普通はね、よく、こういうのはね、よく見ませんか。ドローンのね上げ下げしてる時にこういうの使ってはるじゃないですか。僕も使ってましたけど、なんでこういうのを使うかというとですね、一番はドローンってね、こうもちろん精密な機械なんで砂ぼこりとかが困るんですよ。そういうちっちゃな異物がこのモーター内とかにね、入るのを防止するために、こういうのを使うんですけど、使ったとしても周りが砂地やったりとかしたら、もう普通にね砂ぼこり舞いますし、風のある時はねちょっとずれてこう端っこの方にこうやってね着陸したりしますんで、結構ね砂の入るリスクっていうのはねあるんですよ。で僕1機目のドローンの、スパークっていうね機体を海にロストしてしまったんですけど、急にねモーターが止まってもうそのまま落ちちゃったんですけど、これね、原因不明のままなんですけれども、いろいろねこう調べたりしてみると砂が噛んだ可能性が高いんですよ。それでね僕ドローン使った後はもうこういうエアダスターでもうモーターのところをねこうやって拭くようにしてますけど、本当に砂ぼこりには気をつけた方がいいです。でそういうことでですね、ドローンを上げ下げする時もこれじゃなくて、もう自分の手からね上げて自分の手に回収すると、はい、そっちの方が砂ぼこり的には全然いいです。いいんですけど、自分が怪我するリスクが今度高まりますので、おそらくドローンの教室とかではこれ教えてないんじゃないかと思います。なので簡単に僕がおすすめはしないですけども、僕はもう今これは全然使ってないです。もう全部もう自分の手で上げて、で自分の手で回収してます。もうね機体がね大きくなるとね、もう腕伸ばしたとしてももうプロペラがね結構もう頭の近くまでね来るんで、危険やと思いますけど、こういうねマビックエアぐらいの機体やったらもうこれでねやった方がいいと思います。やけどおすすめはしません、はい、僕はそうしてます。はい、さあではもう一度マビックエア2のハンドリリースキャッチ、あと初代の方もねハンドリリースキャッチ、動画を見てもらいますけど、その前にね操作の方をざっくりと説明しておきます。普通こういうマットで上げ下げするときは、まず上げるときコントローラーの両方の手をこうやってね内側斜め下に同時こうするか、あとこうするか、外にねこうするか、どっちかでプロペラが回るんですよ。それからこの左のコントローラーを上にこうやれば上がります。これモード2っていう方なんですけど、モード1の方は、上げるのこっちなんです、右なんですよ。ちょっとね2種類あるんですよね、そのコントローラーの規格がね。その場合はもう右手になります。 DJI のドローンの初期設定はモード2になってますので、僕はもうモード2でしか操作できませんけども、
まあ、着陸の時はもうそれは簡単です。ずっと下押しっぱなしです。はい、着地してからもずっと下押しておくと、うん、そのうちプロペラが切れるということですね。ですのでハンドリリース、ハンドキャッチを考えた時に、上げる時ね、両方の手が使えないので、まあ、片方ドローン持ってるじゃないですか。だから両手使えないので困ったなという話なんですけど、これね画面のタッチパネルだけでね、離陸させることができるようになってます。これエア2の方もエア初代の方もどっちもそうです。ですので離陸側の動画の前にはそのタッチパネルの操作も映してますので、はい、もうハンドキャッチの方はもう掴むと同時にもう下押しっぱなしみたいな感じですからね。はい、あとはそれぞれの動画見ていただいたら、マビックエアの初代とマビックエア2のプロペラ音の音の大きさとか、音質とかね、それの比較にもねなると思いますので、はい、ではどうぞ。はい、エア2の方ですね。はい、左端の矢印が上向いてるアイコンが、あれがテイクオフボタンなんですよ。中央のボタンを長押しするとプロペラが回って上昇します。右手ドローン持ってますので、お腹で支えるのがコツですね、これね。ハンドキャッチの時は、サイドにセンサーがないので、サイドから近づいて、プロペラに気をつけながらさっと手を出すということですね。はい、初代の方ですね。はい、これも似たようなアイコンがありますので、これがねちょっとやりにくいんですよ。右スライドで、はい、プロペラが回って、それでもう上昇します。まあ、ゆっくりね手を出したらねセンサーが反応するので、もう本当にさっと手を出すということです。はい、あとですね、着陸の時なんですけども、コントローラーの操作は下とかも入れずに、もう掴んでねそのままグイッとこう傾けてプロペラを止める方法もあります。こんだけぐらい傾けたらもう安全装置が働いてプロペラが止まるんですよ。それでもいっちゃいいんですけど、僕ねそのドローンが瞬間的にね姿勢を制御しようと思って結構な力で耐えようとするんでね、無駄なストレスかけたくないので僕はこっちでしてます。はい、まあ、それだけの話です。はい、ということで今日はドローン、マビックエア初代とマビックエア2のハンドキャッチ、ハンドリリースのお話でした。はい、最後までご視聴ありがとうございました。はい、できればチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。はい、さようなら。